瀬戸康史の動画。はい、どうもこんにちは、瀬戸康史でございます。突然ですが、静江さんが宝くじに当選しました。おめでとうございます。別にこれ今分かったことじゃなくて、結構前の話をね、今になってするんですけど、静江さんね、一昨年2016年の年末、年末って宝くじ年末ジャンボってやるじゃん。で、2016年の年末からなぜか急に宝くじを買い始めたんですよ、ね、で今そこによく聞いてみたんだけど、なんとなく宝くじ売り場がなんか盛り上がってたから、じゃあちょっとやってみようかなって買ってみた。10枚、1枚300円だから10枚で3000円だけ最初買ったのがデビューみたいなのね。でそれが2016年の年末の話で、生産その時に当たったのよ、いきなり。3000円、1枚300円のやつを10枚、3000円分買って1万円当たった。それは、一昨年2016年末から2017年にかけての話。そして、実はですね、去年2017年の年末にも静江さんはまた、10枚だけ宝くじを買ってチャレンジしていました。そしたらですよ、当たったのよ。いくらだと思う？10万。すごくない？これすごくない？最初、一番最初のチャレンジが3000円買って1万円当たってやったーとか言って、で、あれなんか家族にあげたのかな。あげたんだよ。偉いよね、家族にはあげたのよ。で、1万円あげるっつって、おばあちゃんから誰かあげたみたいで、去年やったら10万当たって、もうそれすごくない？3000円分買って10万だよ。だから2016年で1万、2017年で10万、今年どうなるんだみたいなさ、今年どうなるんだよって聞いたら、今年はもうやらないっつって。いや、もう この辺がね、勝負師だなっていうか、勝負師というか、これギャンブルにはまる人とはまらない人の違いっていうかね、女子の買い方なのかなとかって、俺も買ったことねえくせに言うけど、女子の買い方なんだなって思いますね。ちなみにね、しぜさん買ったのは、こちら、年末ジャンボプチっていうやつです。これは、普通の年末ジャンボとかは1等とかなんか1億とか当たるんでしょ。例えばドリームジャンボってやつは1等で3億円、3億円になるんです。3億円ね。ただ、今回しぜさんがやった年末ジャンボプチってやつは1等で700万しか、もう3億に比べたら700万しかだけど、700万しか当たらないんだけど、まあ多分当選する確率が高いやつなんだと思う。で、しぜさんは、2016年に引いたやつが3等の1万円、しかも下3桁だけ合ってればいいだけだから、まあ合ってればいいだけだからって言ってもね、3桁ってことは1000だから1000分の1で、2組当たりがあるから500分の1か、結構なね、あれですね。で、2等になるとそれが4桁になるからさらに難しくなるんだけど、それをもう当てちゃったの。10万、すごない？だから2016年末はしでさん3等で、2017年末、去年はしでさん2等、だからもう今年の末やれば次1等なんですよ。これは1等なんですよ。でもまあやらないってもういいやって言ってます。まあそんなこと言っておきながらね、まあ買うかも分かりませんけど、当たったんですよ。で、ここからです。10万しぜさん当たって、それどうしたかというと、しぜさんがね、前々から欲しかった、ブランド物のバッグがありまして、それをずっともう欲しいって言ってたの。ずっと欲しいな、欲しいな、いつ買おうかな、どうしようかなとか言ってたら10万円当たったから、あ、これはもう自分のそのブランドのバッグのために使おうっつって、決めたのね。で、そのブランドっていうのが、ハンティングワールドっていうブランドです。知ってます。これはね、多分ね、分かるって人はあんまり多くないんじゃないかなと思います。もうちゃんとしたブランドですよ。ブランド物のバッグとかが売ってるハンティングワールドっていうね、ブランドなんだけど、
まあ代表的なバッグはこんな感じね。緑のなんか生地に革のなんかバッジみたいのがついてる、まあ、緑と茶色のバッグみたいなのがまあ一番スタンダードな有名なやつらしいんだけど、このハンティングワールドっていうブランドは、実はこれ、あーって言ってる方は多分ね結構 年配って言っちゃあれだけど、40代50代ぐらいの男性の方だと思います。このハンティングワールドっていうブランドはですね、バブル時代、バブル時代にブームを巻き起こしたバッグ、俺もあんま詳しくないんだけど、そのちょっとネットで調べたらね、そういうブランドらしくて、ハンティングワールドの現在のユーザーっていうのはそのバブル時代の若者、おじさんが中心になって、俺よりも上だね、だからバブル時代の若者だから、が、まあ、中心となっている、まあ、おじさんのブランド、男の、だからおじさんって言っちゃあれだね、まあ、あの渋い男のブランドとかっていう感じなのかな、そんな感じなの。でもね最近って、バブルもあのあれね、平野ノラさんとかね、こうしも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 とかってねでかい電話やってたりとか、あとは富岡高校があのバブルイバブリーダンス踊ったりとかね、そのバブル時代のそういうこう文化とかファッションとかデザインとか、そういうのがレトロ的なね、ちょっと一周回って可愛いみたいな風なこうリバイバルみたいなのが今起きてるわけですよ。でその流れでこの、今やおじさんのブランドでしかないないってじゃあめっちゃ失礼なこと言ってるけど、ざっくり言うとね、おじさんだって、俺がそのブランドしでさんと一緒にバッグ買いに行ったんだけど、まあ実際おじさまが来てたからね、男の大人の男の、そうそうおじさんちだよ、大人の男のブランドであるそのハンティングワールドのバッグをしずえさんがね、しずえさんみたいな女子が欲しいと言い出してるわけなんですよ。だからなんだろう、あの普通女の子だったら分かんないけど、なんかビトンのバッグ欲しいとかさ、なんかプラダのバッグとか、なんかコーチのとか、なんかいろいろあるじゃん、女の子の好きそうな、ね、俺でも分かるような名前のやつじゃなくて、しでさんはハンティングワールドのバッグが欲しいんだっつって、日比谷にね、日比谷の帝国ホテルの横にあの日本で一番でかい店舗かながあるんですよ、ハンティングワールド。でそこをこの間ね、あのしでさんとこう一緒に休みでこう一緒にじゃあ行こうよっつって、その宝くじの10万持ってね行ったんですよ。でそこのお店行ったらもうあのすごかったよ。あのお店のその女の人の店員さんがいるんだけど、普段男ばっかりしか来ないから、もう多分おじさまの相手ばっかりしてるのに、静江さんみたいな女子が欲しいんです、カバン欲しいんですってずっと見てたんですって来たもんだから、もう喜んじゃって、その店員さんがもう話がもう応酬すごいの、その人の、あのその女の人もハンティングワールドはその男のブランドだけ私好きなんですみたいな、好きすぎて入りましたって人の、その店員さんね、好きすぎて入った女子で、静江さんも男のブランドなのにそのブランドを好きになった女子、静江さんだ、その女子同士でなんかもう会話がすごくなっちゃって、もうなんかソファーみたいなところに座ってずっと喋ってんのよ。なんかこのバッグいいですよねとか、バッジもあるんですかとか、いやもういろんなのありますねとかさ、すごいもう何ブランドの、そう店員のハンティングワールドの店員さんもさ、お客さんに勧めるとかじゃなくて、なんか自分の熱をぶつけてくるみたいな感じで、なんかもう興奮状態になっちゃってて、でもずっと喋ってんのよ。で静江さんは結局ね、まあ今どんなカバンかっていうのは言わないけど、あのとあるね、あのまあカバン、ハンティングワールドのカバン、まあ10万ちょいみたいな、10万ちょいのバッグだったら、そう10万で相殺できるからね、結構だから、これ10万ちょいのハンティングワールドのバッグを静江さんはまあ買ったんです。でまあそれ買った後もさ、なんかこれがとかさ、あいいですよねとかさ、何年前からあったのとか、これは限定なんかね、数年前に50周年を迎えて、その50周年の時にそのスヌーピーコラボがあったとか、なんかそういう話とかもすごいしてて、で俺はさ、なんか聞いててさ、でもまあまあはいと聞いてましたけど、まあなんかこういろいろあるのよ、いろいろあるのよね、ハンティングワールド、なんかその緑のやつとかさ、あのいろいろあって、あこういうのあるんですねとか言ってこう見ててさ、なんか買っちゃったの。いやじゃあ別にね、じゃあブランドなんかさ、なにセットなにブランドモンデビューみたいな感じになっちゃって、今買っちゃったんだけど、いやもうなんかちょ言うわ、ちゃんと言うけど、これねお財布なの、お財布、もう何にも興味なかった、何にも興味なかったんだよ、
ハンティングワールドもなんか静江さんがね、ずっとそのなんかもう何年も、まあ何年もじゃない、1年半年ぐらい前からさ、欲しい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 ってもうずっと見て見てとかさ、 iPad での画像見せられたりとか iPhone の画像見せられたりとかずっとしてさ、もう買いなよ買いなよって言ってたの。でもそれでもね、頭の中にある程度入ってはいたんだけど、もう俺は何にも興味ない、何にも興味なかった。ただやっぱ行くとさ、うまいよねうまいよね、そのいいですよとかさ、すごい勧めて、で勧めてきたから買ったわけではないんだけど、ちょっと見せるわ、お財布ね、ハンティングワールドのお財布です。こちらね、かっこいいよ、かっこいいから買ったんだもん。そう、もう半ばノリで買ったんだけど、ノリで買ったんだけどね、ちょっとそのノリって言ってしまうとちょっとまあ語弊があるから、それもちょっと語弊文字なんだけど、これね、いいでしょ今のいいでしょ、語弊があるから語弊持ち、失礼さんが受けてる、語弊があるから語弊持ち、失礼さんいい受けてるね、語弊があるから語弊持ち。2人で見てて私がこれいいんじゃない、しぜえさんが2人でね、2人でさ、そのバッグはもうある、バッグはしぜえさんのバッグがあって、でバッグちょっと持ってきますからみたいな、ちょっと時間があったりしたのよ。でその時に2人で、じゃあどんなバッグ、いろんな商品あるから、ハンティングワールド皆さんもう近所住んでる人行ってみて、もう日比谷のハンティングワールドでいっぱい見てて、そしたらやっぱ男のブランドだから、むしろしぜえさんというよりも俺向きのやつがいっぱいあるのよ。もうそれがトラップだった、トラップじゃないね、トラップじゃないんだけど、もうそれでこれさ、もう見せるわ、はい、リリリリー、おらかっけくないね、さっき見せてた画像のその色合いの方、ハンティングワールドカラーと言ってもいいでしょこれね、はい、これがなんちゃらっていうんだよね、これね、なんとかサーパスだっけ、なんかバチューなんちゃらみたいな、なんか名前よくわかんないけど、こう緑のところがほら、これも革なのかな、何も分からずに、ね、勢いで買ったからね、こうなってて、でこれがねハンティングワールドのロゴです、こうゾウ、こっちが鼻、鼻を上げて歩いてるみたいな感じ、恐竜みたいにも見えるけどね、でこう革になってて、ほらかっこいいでしょ、かっこいいでしょ、でほらこう、ここでボタンポチってやって、こうほら、いいでしょ、ええでしょ、ええでしょ、まあこういう、まあ、ノーマルな折りたたみ財布だね。で小銭入れもこういう風に、ね、こういうね、3個になってる、ね、でこれね、もうちょっと出会っちゃったと思って、出会っちゃったなんかノリで瀬戸がなんかこう、これちなみに6万円するんだけど、高いものポンポン買うみたいなの思われるのもあれなんで、俺もう俺の財布見せようか。俺がずっとね、もう 10年も使ってないかな、もう長年使い続けてるお財布のブランドが、はい、これポール・スミス、私はずっとポール・スミスを使ってます。なんとなくポール・スミスずっと使ってます。でこれの、前のね財布もポール・スミスだったんですよ。でポール・スミス使ってて、でボロボロになったから、もうそれはちょっと引退させて、でまた新しいポール・スミスを買った。でずっとこの折りたたみタイプの、ちょっと中見せられないけどカードとか入ってるから、折りたたみタイプの、これをずっとねポケットにこう入れて使ってんのね。で今回しぜさんこれいいじゃんって言ってくれたのは、なんでかっていうと、俺がずっと使ってるこの財布とほぼ同じね、大きさも変わんないじゃん。でこういう財布ってあんまないんだよね。俺もう探したんだけど、これポール・スミス以外のやつでないかなとか、意外となくて、でいいのないなーって、まあまあなんとなくポール・スミスみたいな、ずーっとそんな感じになってて、しかもなんか瀬さんもなんかもうポール・スミスじゃないやつにしたらみたいなのもずっと言ってたから、でもこれいいんじゃないって言ってくれて、でこれいいじゃんと。でしかもこれ中開くと、こうなっててね、でこのカードの入れる感じのこの使い勝手もこのポール・スミスの中にもうそっくりなの。カード横から入れたり縦から入れたりできるし、ここにお札入れが2個あって、こうお札も入るし領収書も入るみたいなね、こういう風になってて、まあこういうノーマルタイプのスタンダードな、折りたたみ財布で、ここもね嬉しいのが、俺のポール・スミスはこれ2つしかないんだけど、これ真ん中に1個あるっていうのがさらにちょっと今までの俺の財布からはちょっと増えたみたいな。でこの3個ポケットもいいじゃんってなって、生産と2人で、おいいじゃんいいじゃんこれめっちゃええやんってなって、なんか出会っちゃったみたいな。今までね特に探しててもいいのなかったから、あこれは乗り換えるチャンスだなと思って、
もうちょっと巡り合っちゃったっていうことでもうポンとすぐ決めちゃった感じ。すげえこれだみたいな。しかも静江さんのバッグとお揃いだし、なんかかっこいいしさ、色もほら、まあ黒好きの人もいるだろうけど、ちょっとまあこれも数年使ったから、もう 2,3 年使ったんじゃない、これもう使ったから、もうちょっとこれステップアップだ、もう高い、これ多分2万円ぐらいかな、から6万で3倍ぐらいのあれにアップしたから、これいいでしょ、いいいいやつになった。肌触りもすごいいいから、いいなと思って。ハンティングワールド、ということで、静江さんが宝くじ当たって念願の、静江さん念願のバッグを、日比谷のハンティングワールドの店舗に買いに行ったら、いつの間にか俺も財布買ってたっていう話でした。ということで、洗濯物も終わったんで、以上、洗濯工事でございました。じゃあの